やばい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 。ジャンプ12号シキーン。シャキーン。はい、新レースは始まりましたね。いやこれはやばいですね。アネモネですよ。アネモネですよって何ですか。アネモネです。そうね、はい、でも俺ね都市伝説漫画になりそうだと思うんだよね。ああ、なるほど。これまた看板になりそうな気配がする。なんか読みます。読んでない。あ、読まない。そう、俺は絶対今ワンピースが読まないって決めてるから。俺は読みますよね。そう、あのね最近やっぱ都市伝説系が入ってるのかな。ああ、そういうことですね。そうで、噂によるとその作者さんもワンピース大好きということなんで、なんかそういう伏線の要素も入ってくるんじゃないかなと思って。絶対おもろいじゃないですか。やっぱね、ワンピースもそうなんだけど、呪術廻戦を今年に終わるみたいな噂もあるやん。みんな最終章みたいな噂。まあまあ確かにそれはそう。それはだからどうなるジャンプって次をね、だから受け継がれる意思とかね、ジャンプであるわけじゃないですか。いや、この看板をちゃんと背負って受け継いでいくと。そうそう、そういうことではすごい僕も期待しております。絵柄かっこいいですからね。はい、じゃあ早速ワンピースいきます。いきましょう。今回もラストからいきたいんですけども、はい、どうでした。いやー、ついに判明しましたよ。あの方、あの方、あの人、はい、あの方ね。これはね、レイトラでもあの人ダービーっていっぱい挙げてましたから。あ、説明遅れましたけども、はい、権田十三さんです。はい、あ、そうですね、レイブントラッシュやってました。今日はですね、戸谷くんが福岡のね、ポケカの大会に行っちゃってるそうで、まあ、ちょっと旅行でね、旅行でね、はい、お休みいただいてますね。こっちでやっております。はい、久しぶりのジャンプ会なんですけど、僕 ね、めちゃくちゃ今回で良かったと思う。え、だからボニーとクマのね、感動エピソードもちろん胸熱ないけど、そういうことよりも僕こっちが見たいっていうところがたまたま今週来てて、まあまあストーリーが進んだというか、謎が解き明かされて、そうそう、うん、感動物語よりもやっぱ冒険とか謎が分かってこうが、俺はちょっとワクワクしちゃうんで、今回めっちゃワクワクしましたよこれ。そうそうそう、うん、だってまずね、久しぶりにカリブーが出たわけじゃないですか。ずっと謎。そうで、しかもあの人とかあの方みたいなね、カラスマレイヤーみたいなこと言ってましたけども、そう、ずっと誰や誰や言うてて、まあ本当イム様なんちゃうんかっていう説もあったし、そう、そういうのもありましたね。ゴロセちゃうんかっていうのもあったし、シャンクスとかね、シャンクス説もね、これは大穴としてありましたね。そしたら意外とオーソドックスに黒ひげだったという、まあ、そうですね、王道。でもこれなんでこれ黒ひげだと思います。え、いろいろこれ伏線あったと思いますよ。あったよね、はい、黒ひげってなんか観測要素今思い浮かびます皆さん。いや、何やってます。でもこれは1個前の血筋がすごい関係があると思っていて。あ、言ってましたね。そう、今回ね、この五老星さんが血筋もなって、うん、何、うん、ばっかにやすか、なんか気づいていたみたいなやり取りがありましたけども、いや本当に最近ねこういうのが多くてややこしいんですけども、はいはい、ただ今ゴンちゃんミスリード今受けてると思います。え、なんすか。そう、 何族ってました。え、バッカニア。そう、バッバッカニア族っていうのは血筋とちょっと違うんですよ。ああ、なるほど。種族なんですよ。ああ、そっか。今回血筋なんで。確かに。だったら D の血筋とか。まあマーシャル系とか。そう。グレイソン族だったらもう多すぎちゃうでしょ。まあそうです。ビッグマムどんだけ気づいてないんだ。ああ、まだ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 。うちにはいない12種類の族。そう、もうワンピースカードと一緒。え、これだ、まだまだあるまだあるみたいな。え、まだこのレアあんのみたいな。確かに確かに。なるから、それと同じじゃないですか。バッカニア族ってのを出した後に、またややこしい族出してくるんと思うと、ちょっとなんか違うかなと思ったんで、血筋というのが、例えば大犯罪者の血筋みたいなのも言われてましたよね、うん、犯罪者の血を引いてるみたいな ね、そういう過去にや何かしらのものをやったんだろうなとは思っているんです。例えばロックスとかその辺の絡みじゃないですか。そう、やっぱロックスの血筋っていうことにね、まあ、シンプルに考えたらそうなるんですけど、はい、一応そのティーチって得意な体質なわけじゃないですか、はい、寝なくていいよみたいな、めちゃくちゃいいやそんな。いや、まあほぼ寝てないですけどね。ずっとゲームやってる。そうだったら、いや、まあ、ゲームやりたいですけど、ほんまマリオ RPG やる時間なくて怒ってるもんよ。いや、でも大体仕事やってますからね、こうやって。そう、仕事やっちゃってるんだけど、はい、でもそういうふうに何かこうロックスの血筋とか人物であることとか過去の誰かのそういうふうに言っていると思うんです。うん、ここがねちょっとすごい面白いなと思うポイントで。だからもう今は名前が出てきてる人の血筋かもしれないですね、うん、そういうことなんですね。おもろ。そう、だからカリブーもきっとロックスの血筋っていうことを分かっているから、お近づきにっていうことが、そういうことか、気も解けるんじゃないかと。ロックスが好きなんですねこいつは。そうなんです。下手したらそこに憧れてるんじゃないですか。うわ、あの方に憧れて、これロックスの可能性も。そう、だから元々ですけども、そのカリブーたちが初登場した時っていうのは偽麦わらの一味になりすましているわけですね、はいはいはい、じゃあなんでそれをしてたかというと、黒ひげたちとかと出会うためにそれをやっていたと思うと、うん、なんかすごい分かりやすいなと思って。
るんですよ。うわーなるほどな。そうだからロックスも多分そうで、仲間とは言えないと思うけども強い奴らが周りに集まって一つの連合チームを作ってたやんか、言ってましたね。じゃあ黒ひげどうなんつって同じなんだ。一緒だわ。そう一緒でしょ、うん、じゃあカリブは一緒でしょ集め方。ほんまや。そう2年後にシャボンディ諸島で仲間集めしてたやん。そうですね。そう仲間と呼べないかもしれないけど、うん、まあ、勝ち馬に乗れるぞみたいなね、まあ、麦わらの一味と思ってそうそう、うん、ブランドを使って集めてるっていう意味ではロックスもティーチもカリブも同じなんや。うわそこの伏線だから納得できんねん。これすごく今回いろんなキャラがね登場した回でございましたけども、ちょっといやこれいいっすね。はい1ページ目からおさらいしましょう。いきましょう。第1107話あんたを探してたんだ。まあ、最初はねこれ理科だと思いましたよ。あんたってあんたね。そう、それすごいミスリだったな。いや本当にまずこう扉いいですねこれね。あのローの後ろにねあのドラクエ5でおなじみのキラーパンサーが寝ております。いやこれキラーパンサーなんですか。キラーパンサー出てきました鳥山さん。あの書き下ろしリボンで仲間になってるっていう、ね、あそうなんそうなん違います。はいまずですね1ページ目ブロギーとドリーからスタートするんですけども。そうですね、まあ、前回ラスト来ましたからいきなり。いやー挙兵海賊団がまさかここで来るとはということですけども。いやそうですね結構ネット見てたらやっぱりそうかとか来る気がしてたよねみたいな。ほんまかいな、まあ、結構多かった予想当たってる人が、うん、でもなんかね昔のキャラが登場するだけでも胸熱だし、うん、変にここでね大きな戦争の前に麦わら大船団が来ないことが美学だと思った。なるほどもう、 そう確かに、ね、完全大船団来るって思っちゃってました。この後の戦争のための要因やから。なるほど。ちょうどいいとこどこなんて、まあちょっとシャンクスたちが来るのもあれやな。ほんならもうちょうどいいブリブロちょうどええちょうどええとこ言ったんちゃうんかこの後。確かにそう言われたらドリーとプロキが出てきたことよりも俺はお芋とカーシーが一緒の画面に映ってることが感動だと思うんです。この4人が探してたって言ってましたからね。お芋とカーシーはそうそうドリーとブロギーは過去にですね、うん、とあることで揉めたんです。でその決着をつけるためにリトルガーデンで決闘してたわけだけども、うん、100年間ねでその様子を見に来てたのがお芋とカーシーなんやけど、うん、様子を見に行く途中で罠にはまって怪物捕まって騙されちゃったよ。約50年間ぐらいかな働かされるんそんなことある。ただで50年間働いてみ。いやほんと CP9 でも5年間ですよね。ただ働き無駄働き。いやマジでこれもっと怒っていいと思う。おいもとカーシーはもっとぶっ潰したらよかった、ね、そうしかも俺ちょっとねドリーとブロギーさんさすがにねおいもとカーシーさんに一言詫び入れました。自分たちが留守にしてると必死に守ってくれたやつに対して左右に戦士たちを引いて船を破壊しろ砲弾を気をつけろ逆転命令するやん。いや確かにちょっと倒してくれませんかねってそうすまん50年でもやってくれみたいなちょっとねお伺い立てて言ってくださったみたいな。そしてこのね下のページにうわーって海賊団さんがいるじゃないですか。はい思ったんすよ挙兵海賊団の皆さんもっといい武器使ったなって古臭いっすね言われてみれば俺ねザ・バイキングなんですよフォルムが。まあまあそうですね。そのグランドリー前半の海はまだそれでいいんだけど後半の海これでやっていくの忍びなくない。劣化版タケルみたいなの持ってるんですよ。そうそうこの木でできたやつこの多分お芋だと思うんだよこれ。うんお芋が持ってるのタケルでしょうね、まあ、大和の武器のねそう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 木でできとんのよな。だから俺さっきねノスドンって言ってたんですよ。ドラクエで言うとこのバトルアックスとかモーニングスターを買ってやってくれ、はいはい、確かにこれ金ないんですかね。そうこれねあのドラクエで言ったら初期装備最初のモラルで売ってるものばっかりこれ、うん、これでちょっと魔王を倒すって無理ないみたいなね。まだブーメランにすらたどり着いてない頃ですからね。そうそう、うん、だからちょっとなんかね武器もねいろいろ変わっていくんだろうと思ったけど俺ここにこそ俺は一個伏線があると思う。テリーソード以外は木でできてる感じするやん結構ね。持ち手とか大体木ですよねこれ。そうこれ何かって言ったらアダムの木なんですよ。思ったアダムのコンボ。そうアダムのコンボめちゃめちゃ強いじゃん。ドラクエの実はいやもう一番最後の武器小さなメダルを集めてもらうぐらいの本当に500枚ぐらい集めてそうそうでこれなんでそう思ったかって言ったらでっかい木あってルバフにありましたで長いことねあそこは宝珠アダムなんちゃうんかとも言われていたわけ、うん、そうですね。だからアダムもまだ出てきてないんで、はい、これアダムで加工された武器やったらそら強いよね。まあ確かに確かにってなる。まあまず耐久の問題ありますからねこの巨人の攻撃に耐えれるかっていう。そうだね。だから鉄とかだったら錆びたり朽ちちゃうし、うん、ちょっとやっぱ木っていうのがここに来てあえて書いているということはいやそれおもろ宝珠アダムで作った武器なんちゃうんかこいつらはみたいな。あんまりこの武装色の覇気をまとわせて戦ってるみたいなイメージがないんやけども、うん、ここの最強の防御力を誇るアダムの武器プラス武装色あーなるほど。だからすごいんじゃない。なんか覇気が通りやすい素材とかね。そうそうアダムはだからもう破国とかも描かれてないけどものすごい多分すごいんじ
ですよ、凄さが。もうアダム版破国ですね。アダム破国が、アダム破国が、そうそうそう。いやこれだから俺ちょっと気づいちゃったかもしれない。なるほど。いや今回これ挙兵海賊団って書いてあるじゃないですか、うんうんうん、新挙兵海賊団じゃないんですよ。うん、そうね。だからハイルディンたちとは別に和解して一緒の団体になりましたとかっていうのがないんですよ、うんうん、多分先輩やんこいつら、はい、三日月料取ってんちゃう。海賊団の名前使わないで新とかつけたら、まあ、そんなんちょっとお金もらわない、まあ、確かにちょっと著作権とかねありますから、ね、そっちとロイヤリティもらってええかっつって関係取ってるかもしれないですから、ね、うん、海賊行為したところの 20% うちに抑えてもらうと困るみたいなね。、まあ、実際収めてるかもしれないです。ハイルディンもそのブロディーたちの前に立つめっちゃペコペコする。いや見たくないな。天巨人の王になるのが夢とか言ってましたよね。俺だよね、俺それ思うんすよ。なんでそれ思っちゃったかというと、まさにその次の次のページになるんですけど、挙兵海賊団豆知識のところで、はい、また喧嘩の様子を見に来た部下オイモとカーシーとも別の島に出友情を結んでいるのってところで、はい、部下って書いてあるんだよな。ほんまや。そうだって一つの海賊団の中で部下ってなかなか言わない。なんかウソップが冗談で8000人の部下がいるみたいなこと言うけども、はいはい、じゃあ例えばルフィから見たらサンジやゾロって部下なんですか。いや仲間ですよ。仲間だよね、うん、だから船長たちの喧嘩を様子を見に来るぐらい心配してくれる熱い仲間に対して部下ってわざわざ説明で書きますって思って、うわちょっとこれおかしいですね。そうだからワンチャン僕はコミックスで訂正される部分かなと思うけど、なるほどなるほど。ただ部下のまま行くんだったらさっきの盾の感じ、うん、新挙兵海賊団にはめっちゃ厳しいだろ、ちょっと納得できない。確かに確かに、うん、50年待たせたのにめっちゃ厳しい。そうめちゃくちゃ厳しい。もうお前部下ないから50年から待っとけやみたいな。多分おいもとかわし様子見に行って、うん、ドリブローさんもね相打ちしてバッて倒れたとするやつさ、はいはい、次俺いけんじゃね船長みたいな。あれ倒れてる船長俺ら行くみたいな。戻ってきちゃうエルバフに。あら入ってきた。まあね、目の上の単行部みたいなね。そうそう、もう100年前に終わってんだから、ね、上司がちょっと予定より早くね、事務所戻ってきた。うわ、触れないじゃんみたいな。あ、100年じゃないんかいっつって。そうそう。ということをすごい思っちゃったんですよ。なるほど、いやそれはそこの着眼点はなかったな。でもね、そのウソップが見た時に師匠って一言も言ってるんですよ。ほんまや。巨人たちだとか、勇敢なる海の戦士たちが来てくれたとか言いそうやけど、うん、師匠たちっておかしくない？ヘラクレスは。なんかなかったことない。ヘラクレスはね、ちょっとなんかね2年間教えてくれたのに。うん、だ俺そこはちょっとね、ウソップに対してコラっつってんですよ。まあまあ確かに、うん、あのそんなに師匠って簡単に言っていい言葉じゃないと思うんですよ。まあ1日ぐらいしかあってんの。多分英語に直したらマスターなのかな。あ、だからそれはそれで先生っていう意味もあるからいいんだけど、はいはいはい、例えばゾロだってあんだけプライドがね、うん、その敵っていうかその倒さなきゃいけない相手に頭を下げて仲間のためにですよ、うん、修行したわけじゃないですか。あれは師匠と弟子だと思う。いやもう完全にそうですよ。ミホークとはね、うん、でミホークもいずれ敵になるかもしれない相手を育ててたりするわけやんか、うん、であとはレイリーとルフィも師弟の関係だよね。もう完全にそうです。っていうようにワンピースだけじゃなくてジャンプの世界の師弟ってめっちゃ厳しいんやな。確かに。そう、ルロリケンシンの彦星十郎と剣心もそうだし、あ、何年もやってね。そう、うん、玄海師範とユウスケもそう。ほんとにあの命を通してますから。そうそう。でもこんな簡単に師匠って呼ばれちゃうんだっていうのは俺はちょっと安っぽく感じちゃうから、うん、エルバフ編でよっぽど厳しくしごかれる伏線なんちゃうかなっていう、まあ、そんくらいないとね、うん、思っちゃったんですよね。だって小屋ちゃんの指定まとめにも入ってなかったですから、これウソップとドリブル。いや、ないないない。ヘラクレスでしたよ。だってブロギーたちもびっくりすると思う。あの弟子が誰っつって弟子いたっけ、取ってない取ってないみたいなね。あ、それ弟子取らんタイプの選手やねみたいな言われるかもしれないかもしんないですね。そうだからちょっと師匠っていうのは安易に言葉を使いすぎていませんか、うん、まあちょっと心の師匠みたいな感じの。そうだから、ね、そう、目標という意味で師匠だと思うんですけども、うん、勇敢なる海の選手にまあ近づいているというまあ言葉の表れなのかもしれませんね、うん、ここはね。はい、そして状況はですねちょっといい感じにはない部分もありまして、次のページに行きますとゾロがまだ戦っているんですよ。いや本当にこれどう見ました、ゾロがちょっと弱くねえかになるのか、うん、ルッチ強くねえかになるのか。いやこれは両方持っちゃうね。あ、まあ、ルッチも想像以上に強かったし、天部の才があるんでしょうねルッチには。そうですね、もうちっちゃい時からね天才でしたから。そうそう、でゾロも決して弱いわけじゃないんだけども、うん、相性が悪いのかもしらんな。あ、決着をつけきれないみたいな感じの雰囲気ですもんね。そうなんだよね、うん、でこれ時間稼ぎが目的っぽい感じもあるじゃないですか。あ、それ余計にね。そう、状況が。そうだから俺ねゾロ取り残されんちゃうんかなと思ってんすよ。
確かに今これね、あの、うん、ルッチがなんか堂々と言ってますけど、お前が生き延びている限り仲間たちは動けない、うん、そうそう、動いちゃったみたいな感じの、行くのゾロ置いていくのあれっていうシーンがあってもおかしくないみたいなねまあまあ どうにかはなるでしょうけどね、その後そだつまりですね、出番というものが、まあ、あるわけですね、うん、ワンピースというのは そしたらここでしんがりを務めるゾロめっちゃかっこいいと思うんだよな。うわー、確かにしんがり要素ね、かっこいいとかありますから。だから結局のところ和の国じゃゾロ活躍したんかっつったらちょっと分かんないんよ。だからあの死神何やったんだ。あ、まあ それはありますけど、でもキング倒したのはね、活躍っていう。そう、キング倒したのもうなんだろうな、まあそれ倒すよっていうだけの話でそれ倒すよ、だってゾロなんだもんと。まあまあまあ、それはそう。そう、ただ俺の中のゾロは精神性みたいな活躍、男気とか、そうあるんです。ウォーターセブンみたいなね。そう、ただ強いだけじゃなくて、そう、ウォーターセブンまさにしんがりみたいなところだったんですか、はい、今亡きティーボーン大佐をね、あのありましたね。そう、今亡き、いや笑いながら言うとこじゃないですよまあ俺好きなシーンがさてめえの正義もさぞ重かろうがみたいな、ね、そうそうそう、曲がった立ちてきたらいけない。そうだ、その剣士対剣士のなんか熱いその精神性のバトルみたいなのすごい熱かったんだけど、キングってちょっと種族とのなんかみたいな、ちょっと違うじゃないですか、差があって。だからちょっとゾーン系と戦いがちなんだなと思うんだけど、ゾロがここでしんがりを務める、まあ前ジンベイが務めたように必ずまた来いよみたいな。なるほどな、うん、まあジンベイもあそこ熱かったですからね。ゾロは俺めっちゃ好きやんけど、ちょっと嫌いになってきたのが嫌いになってきました。本当にまあ言葉が軽いですよね。なんかそう、こいつなんかなダサいねんな強いのは分かんねんけど、なんでそこまで強くなったんだがないから感情が入らないんですよ。あ、そういうことかもしれないですね。ゾロってさ、戦いの中で成長していきながら、それでも追いつかない部分をエンマとかに助けられたりとかしてると思う、武器によって。でもそれが武器もないです、修行した様子もないですいうルッチと互角なん、俺納得いかへんみたいな思っちゃって。だからこそルッチがこの2年間何があったのか想像する余白が生まれて楽しみもあるんですけども、まあね、ここでルッチも悪なりの美学でめっちゃ修行しました。いや、そういうのがあったら多分読者また変わりますけどね。またこうやって練習してたらさえ、軍艦バッグのことですか。うん、違う違う、あのルフィと腕合わせ、違う、なんか扉でね、なんか特殊じゃない、隠しみたいな、そうそんなこともあるみたいなそういうことをしてたらルッチなりのなんか後には引けない正義みたいなのがあるんだろう。確かに確かに、もうどこにも戻れないんだろうなみたいなのがあるんですけど、時間稼ぎするだけの票出さない時間稼ぎするだけの票、決着もつけられない。だって強かったら決着つけれるわけやん。まあ、ゾロあっさり倒しちゃいいだけですからね。それをなんか仲間たちを待たして厄介者、お前なんか頭で戦うタイプじゃなくね、そんなんつって仲間に裏切られた厄介者ですからね。そうそう、もうそういうなんかお前さ、そもそもさあの瀕死の状態を救ってくれたの誰やと思ってるの。いや本当に CP9 の仲間たちだろって、それで仲間たちをこう愚弄するようなことってお前ほんま成長ないなと。いや本当に、だから俺は変わったと思ってるルッチ、俺聞いてるからルッチほんま。だからこそ俺はそこで悪の中にも正義があって、本当に白黒つけたいっていう、なんどっちかって言ったらゾロ VS ミスターワンのような熱さがね、いや確かにあったらいいなと思うわけじゃないですか。ちょっとだからね、ルッチさんにおいてはね、ちょっとショックが大きいんですよね。もうちょっとかっこいいとこ見たいですよね。昔のあのルビーとの戦いめちゃめちゃ熱かったじゃないですか。そう、かっこよかったよね、その辺だけね、ちょっと次の号にね期待しております。ワンチャンルッチの階層入るかもですね。入るかもしれませんね軍の船の被害状況は約30隻の小型中型船が撃沈。いや、この辺もちょっとまずい状況になってきましたよ、ここでね、名前が明らかになりました。レッドキング中将。そう、本当にこれちゃんではずっとね、ダルンダルン中将あんただけは言うてんの。いやいやいや、言ってましたからみんな、はい、これレッドキングってそういうのやってんな。え、何ですか。ウルトラ怪獣。え、知らないレッドキングって。いや、わかんないですか。画像見たらワンちゃん出すわ。はぁお腹じゃないですか。あ、まあ顎もね、全部ダルンダルン顎でしょ。確かに確かに、顔長くて。そう、レッドキングって言ったらもう初期のウルトラマンに出てきた人気怪獣やけども、へえ。俺だからこのレッドキングって言われてめちゃくちゃ似てるって思っちゃったわけだけど、はい、レッドキングってピグモンを殺したやつなんですよ。え、敵同士ってことですか。いや、ピグモン有効怪獣やったかな。へえ、そんなんですね。そう、チョッパーみたいなもんなんですよ、ワンピースの。それを大きな石をボーンってなんかぶつけてピャッってなんか、え、ウルトラマンってスペシウム光線とかなんか CG 使う攻撃じゃないんですか。うん、じゃないな。一緒でグッ。そう、レッドキングはもういいわ、持ってギャッピグモンがバーンって潰れちゃったんですよ。ええー。だ、俺あれはね、
悲しいシーン。悲しいっすね。この後レッドキング中将多分大砲投げてくるタイプだと思う。いやもうガープじゃないですか。ガープじゃない。もうギャーって砲弾持ってガーって。そうそうそう。チョッパー。わーガ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 ー。そんな並んでほんまに俺はほんま心配しますよ。はい。まあまあそういうふうに、まあ、たくさんの新しい中将の活躍もありまして、うん、そこでようやくニカの登場ですよ。いやこれ熱いっすよね、ニカとボニー。おいボニー、すっごい空気読めない顔してる。いや本当に、うん、もうお葬式みたいな状況の時になんで泣いてんだって、あやば空気間違えたみたいな。新世界以降のルフィってことごとく空気読めてないんだから最後にめちゃくちゃかっこいいから全部持ってって帳尻合わせてる部分あるけど、確かに確かに、その最後はねかっこいい。戦いの中で余裕があることはいいんだけど、うん、シリアスな場面で余裕を見せちゃいけないと思ってるんですよ。だから今まさにダチを傷つけてみたいなこと言う割には、うん、ベガパンク瀕死なんですよ。そう、これ瀕死のベガパンク見て目飛び出して、ベガパンクって言ったんですか。そうそう、だからもう今にも死にそうなのに。ちょっとだからルフィさんこっからすごい活躍をするんだなと思ってます。こんだけなんかね、ちょっと空気読めないルフィ、まあ、ルフィっぽいんですよこれが。まあね、それは確かに。でこの後にめちゃくちゃやっぱ僕らのルフィが帰ってきた感を出てくるんじゃないかなって期待値がすごいね。だからちゃんとボニーの仇も打って、うん、メガパンクもしっかり逃がしてあげて。そう、ボニーの分、メガパンクの分っつって、これは折れたモップの分っつって三段階行けっつって。ありがとうございます。投薬の留守を預かってるのか俺はこんないつもと違う感じしてええんかと。そしてですね、キザルが攻撃をするんです。そしたらなんと助けに入ったのがこちらの男サンジ。これね、もうこの前後のキザルの表情ちゃんと見ました。見たね、撃つ時は目閉じてる。そう、多分ね、なんか目閉じて撃ってるからこんなになったんちゃうか。それはそうかもしれない。でこれ弾かれた後これちょっとニカの影響来てるんじゃないですか。え、あれ今なんかしてました、ポッキングパパみたいな声になってました。俺これすごいなと思うのはさ、レーザーで光じゃないですか、はい、そしたら光の速度で蹴られたことあるかいっていう時に有名なセリフあるよね、シャボンビーのその上のコマだったかな、はい、速度は重さありました。はい、そうだから光の速度の重さを超えてるってことでしょ。あのビームの剣をレイリー止めてたじゃないですか、うんうん、あれとはまた違うってことですね。そうだからスピードがあるから、そうスピードがあるから今回は。そういうことか。それを超える物質ってもう宇宙の中にはなんか宇宙が膨張する速度とタキオンと言われるものしかないと思うから。タキオンですね。もう意味が分からん次元に達してるよね。だ高速の、まあ、速さと重さを3時を超えたってこと。そう、しかもおしゃれなのは速度は重さなんだよね、うん、でその下のセリフ、愛は光より強いんだということは、愛は光の速度より重いという意味なんですよ。ほう、そう、愛の重さをちゃんと詩的に語ってるサンジが素敵。それちゃんと読み取ってほしい。なんか物理学の話してますよね、きっと。そう、もうこれしか言うことなかったよね。持ちまうよ。物理学持ちまうよ。持ちまうよ。もう多分めっちゃちっちゃい多分声も、誰も聞こえないぐらい声で言ってる。キザルにとっても初めての経験なんじゃない。レーザーを弾かれるとかはあると思うんだけど、真っ向から打ち返されるみたいな、ね、ことっていうのは、やっぱ3時それだけちゃんと強くなってるってことですよね。ねえ、その後ね、立つ瀬がねえのよ。まあほんとその通りだね。まあ、そう、それに対してね、始末書でも書けと。多分ジャンプで始末するなんてこち亀以外にこち亀めっちゃ出てきそうそうそうですけど、でしょ。だからニカとサンジが並んでるってめっちゃ珍しくない。いやほんとこれ初じゃないですか。初の場面よねこれね。かっこいいですね。なんかこうおしゃれな感じがして、それぞれの戦闘の最初のスタンドの位置、うん、サンジはタバコに火つけるところで、うんうんうん、ニカは寝そべってる、寝そべってるのが、うん、そのままトレクルみたいな。あ、確かに、ね、そしてガラララということでまた空気の読めない音が現れます。五老星がね現れるんですけど、そこにまた現れたのが黒ひげ海賊団ということで、今回の一番のワクワクポイントですよ、うん、ねえ、ここでおかげで助かった任務完了っていうのはこれを触れたということでよろしいですか。ま、マネマネと同じ感じの条件なんですかね。そうですね、皆さんこれ注目していただきたいのがこれ右手で触っております。うん、はい、マネマネの身の能力も右手でコピーして左手で顔触ってチェンジさせるんで、うんうんうん、やっぱ右手で触れるところをちゃんと拡大で表示してるのはこれヒントだと思う、ね、そういうことですよね。はい、なぜかというとカタリナ・デボンさんは犬犬の幻獣師モデルキュービのキツネということで変化することができるからということなんですけども、うん、やはり見たものに化けるというよりも触らなきゃダメっていう発動条件がです、ね、考えられます、ね、うん、ちゃんと条件がここで、まあ、1個見えてきたと、うんうん、だってさコピーするのにさ近づかなきゃいけないっていうのは一
番のこの能力の難点だと思うんだよ、うん、それを相方バンオーガのワップワップの実を連れてるっていうチートの使い方なんやな。えぐい、これもう誰にでも変身できますからね、こんなことしたら。これちょっとずるいよなって思うんですよね、うん、今回五老星をコピーしたって相当やばいですよ。やばいね。今までだって国王に化けたっていうので、うん、もう一国が滅びるっていうのがあったわけじゃないですか、うん、世界の王ですよ。ほんまや、これはえぐいことになりました。カタリーナ・デボンがもしかしてイブ様の椅子座ってるかもしれんもんな。マリージョアにこれで忍び込めるようになったわけですから、うん、その後も誰でも触り放題ですよ。あっ、ワンピース世界でなぜかね、ちょっとおばかばっかりだからさ。いや、ほんとこのサタン星もなんかそのまま放っておくみたいな感じの。貴様らがなぜここにいるって余裕のある顔してるけど、うん、実際めっちゃ焦ってるかも。服の上セーフ、服の上セーフみたいな。え、なんだったっけこの能力。え、どうやって、行けたっけ行けたっけみたいな。めっちゃ思ってるかもしれないもんね。それね、あのカタリーナ・デボン、レベル6の猛者どもが誰かの軍門に下るとは思わなかった。まあ、思わなかったことばっかしか起こらへんやんけ。思ってたことあったんかい。ティーチは特別よからの血筋もなということで、まあ、最後に来るわけですけども、まあ、どうでした今週。もういや、ワクワクですよ。やっぱ黒ひげとロックスのつながりってパーベル・オブ・ジーベック号、はいはい、もうあれぐらいしかなかったわけじゃないですか、うん、でも今ここでね、血筋がどうとか世界を狙ってるとか、はいはい、なんかロックスとつながりがようやくなんかいっぱいなんか匂わされてきたなっていうのが、うん、やっぱいいですよね。じゃあジャンプ界はこんなもんでいいですか。あ、いいですかね、はい、はい、じゃあここで歩兵海賊団を強くしてみよう。何のコーナーですかこれ。いや、さっき俺小屋ちゃんあんま出番少なくなったんで、たまってんすよ、やりたい企画が。今やるんすか、うん、別動画じゃなくて、うん、ジャンプ界の最後に差し込んだら、そのままなんかみんな見てくれるやろみたいな。はい、うん、挙兵海賊団を強くする。そう、今回はそう、黒ひげ海賊団も出てきたし、彼にも久しぶりに登場したし、いろいろいい意味で味がある回だったなと思うんですけど、うん、やっぱり挙兵海賊団についてみんな胸熱じゃないですか。胸熱、熱、熱みたいな感じです。胸熱、熱、熱ですね。はい、はい、それはそうです。流行るかなこれ。いや、流行らないと思いますよ。でも両手使わないと思うんですよ、はい、僕さっきなんとか挙兵海賊団をフォローしようと思って、はい、アダムの武器、いや、そうそうそう、あれはもうちゃんと強化されてましたよ。言ったんだけど、はい、無理がある。無理がある。自分で言っちゃうんですか。無理がある、うん、そんなお金ないと思う多分挙兵海賊団って。まあお金はなさそうです、ね、うん、だからお金ないから多分あんな気使えないんじゃないかなと思ってるんですよ。ほう、はい、うん、だからちょっとどうにかして強くしたいなと思ったんですよ。でどうやったら強くするか、もう簡単やった答えは。簡単なんですか、ね、悪魔の実の能力者になること。ほんまや。そう、俺、ね、誰もいなく、そう、誰もいないんですよ。あのだからあいつがいいんですよ、黒ひげ海賊団のサンファンウルフ。そう、あいつぐらいかなと思っていて、それ以外巨人で能力者って、うん、僕が記憶違いかもしれないけど、いないんすよ。いや、多分いないと思います、ね、そう、だからなぜ食わないのかなんですね、うん、だから僕は悪魔に魂を売るみたいな感覚なんで、決められてるんですよ、村の掟みたいな。だから太陽の神とこう正反対みたいな、うん、なんかあるんですよね。そうそうそう、うん、そういうのあるかもしれないから、食わへんって、もしかしたらプライドがあって、ごめんなさい、うん、ごめんなさい、ヨルルさんごめんなさい。と思ってるんですけど、はい、仮にここでこれからの時代は違うぞと、うん、ほら平成とか昭和にできたことでも今ちょっと令和は向いてないねっていうテレビ番組が聞こえるじゃないですか。っていうように俺らもちょっと令和ナイズドせなあかんみたいなね。いやいや、そうね、昔みたいにちょっと胸ボロロって出てた時代、うん、あ、まあまあ確かに確かに、それはね、目は無理ですよ、うん、そのは。だからちょっと俺らもちょっと令和ナイズドしひんってちょっとドリブロが言い出した、はい、なるほど。じゃあ何の実を食ったら強くなるのかっても真剣に考えたんですよ、はい、その結果ドリーは魚王の実、幻獣種、モデル青龍。え、これどうすか。カイドウってもう一応死んでいるという前提ね。あ、死んで悪魔の実が転生して、うん、それを今から食べると。そう、もう食べもしかして食べてるかしら、もう。ええー、いや、それはちょっとえげつないことあります。まずね、カイドウも相当でっかかったやんか、はい、でも巨人族じゃないんですよ。もちろんもちろんもちろん。そう、でも和の国を一望できるぐらい大きい竜になってたやんか。あ、シェンロンみたいにね、うん、だからもし巨人族のドリが食ったら結構見えちゃう、世界の果てまでも。ブワーつって島ぐらいの大きさの頭になると思う。そう、だから動画伸びて、そう、だからもうワンチャン鬼ヶ島の頭蓋骨、巨人族のみたいなね。まあ確かに確かに、その巨人族がウオウオの実食べてでかくなった頭蓋骨がそのまま、そうそう、あるみたいな。ありえると思ったんですよ。まあまあ確かに確かに確かに。だってそれね、カイドウが食べてあんだけでっかいリシェンロンぐらいになったんやから、うん、じゃあ考えて、ドリーがもし
その魚の身を食べたらポルンガになるシェンロンですね、うん、じゃあ原住種シェンロンじゃないですか。だからポルンガであるポルンガになるんですね。そうさ、ナメック星 の方ナメック星の方なんですよ。シェンロンだから願いが3つまで増えるんですよ。あ、確かに確かに、うん、ナメック星3つまでいきますから。そうだからデカすぎんだろ。いやそれはあのテニプリなんですよ。ええいや、ドラゴンボールかテニプリかどっちかにしてください。あの見たあのさ、カイドウがさ竜になってる時にさ、竜に化けるでござるみたいなね、キンエモンが言ってる時に、はいはい、みんな圧倒されてる、はい、ガキどもを連れてこいって言った時ありました。あの時もデカって言ったよ俺は。でも今回巨人族がさ、そんな何倍もある。もうあのシーンやったデカすぎる。まあそりゃそうなりますよね。サーブ打つから。いやサーブ打たないんですよ別に。ドリーは破国でサーブ打たないんですよ。すごくない。突き通せぬわ。これは多分ね、血に染まる蛇をいけると思うんだよ自分が。確かにいける。自分が蛇なんだもんだって。確かに。ドロギーの方もう何かしら与えたらなあかんなと思ったんだけど、はい、まあ今その能力ってコピーしてさできちゃうじゃん、人工アトム。まあそうですね。ウォウォもね、それこそコピーできましたから。ほんならもうバラバラの身に行こうと思ってます。あー、そうなるほど。そう、巨人族のバラバラの身ってパーツめっちゃ細かいと思うね。確かに指先1個でももう人の大きさぐらいありますから。そうだって俺ね、今レゴリを作ってるんですけど、ミレニアムファルコン号っていうスターウォーズの、ね、乗り物があるんですけど、はい、あれが安いものだったら2万円ぐらいで売ってるんですよ、うん、でそれでパーツ数がねそこそこもあるんですけど、まだ子供でも作れるパーツ数、はい、でミレニアムファルコンって最上級のモデルって10万円のレゴあるんですよ、はいはい、それでパーツ数がめちゃくちゃあるんですよね。あ、だからもうパズルでいうと1000ピースと100ピースめちゃくちゃでかい。やっぱ圧倒されるそれだけで。だからバラバラになれるということはでかくもなれるし小さくもなれるんですよ。あ、確かに確かに。今バギーがねその布に隠してめっちゃでかく見せてるよ、うん、あれをやれば多分ポルンが超えますサイズ。巨人なのにもっとでかくする方にずっと考えてるんですね。そう、あれしかも足さえついとけばよくて、まあまあ確かに、あのなんかあのこの半径みたいな図あったやんか、説明の。はいはい、ありました。飛べる範囲、はい、ドームみたいな。だから巨人になった分だけたくさん多分範囲が広がって、まあ、確かに範囲広がってますね。そうだからちょっと俺空島行ってくるわって首でキョーンって空島に急に空島の人がびっくりした。うーって顔がうわーってなるような。だからクリケットとかもね、顔の影が見えてるみたいな。そう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 。だからそどうこう、だからかなり強いと思うんだよ。まあ確かにですね、その長所を伸ばすっていう方面ですね、うん、そうだから足さえエルバフに置いといて、うん、T シャツ首だけいきます。もうバレますけどね。えバレますけどね、でかすぎて。でも T シャツどころじゃそれがすごい多分抑止になると思うんだよな。まあまあまあ、あ見られてるっていう、働いてやっとるかーっつって味方を見に行ってる。そうそう、もう嫌だ上司じゃないですか。働いてるかーっつって。なんでそんな縦社会厳しい。いやもうね、外回りの営業マン大体クルーさばくから。確かにね。そういうことですよ。 GPS 付けて大体パチンコ屋の駐車場の待ってる。あんたやろ。いやいや昔のあんたやろ。いやいやいや、だそういう風に巨人族が悪魔の実の能力ちゃんとめちゃくちゃ強くなると思うよな。いや、なんでないんすかね。でもほんとさっき言ったみたいなその文化の違いで食わないようにしてる。ありえますけどね。だ逆に強、もうそもそもチートやから、うん、なるべくそこが強くなりすぎないように小田先生もセーブしてるかもしれない、うん、何か縛りをつけてねっていうにちょっと思いました。ただ新世界のこれからね最終章の戦いにおいては体が大きいだけで勝てるとは思いません。まあそれはそうですね。そうそう、だからちゃんとですね備えよってね言われてますから。言われてますね、はいはい、そういうことをやってもいいんじゃないかなというふうには思いました。なるほど、もっと強くする。そう、もっと強くしましょうっていうことですね。それはハイルディンたちは強くしてもらえないんですかね。ハイルディンたちはほら食っているなんか食ってますかね。食ってる、うん、まあそれならいいですけど、うん、はい、なんかすげえチートなロギアとか身につけてそうじゃない。いや身につけてそうではないですけどね。なんかまだ麦わらの一味並みにね、あの、うん、少数精鋭なんてみんな強くなってる。俺まだグングニルとか使ってるの。いやいや、グングニルは一番の大技ですから。あるかもしれませんね。はい、ということで明日はですね、ノスドンさんと深掘り会を取りたいと思います、はい、その後は多分東亜くん復活してくれると思いますので。そうですね、はい、はい、待っていたということでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではバイバイ。巨人デカすぎ。Yeah.